ストーンズとソニーミュージックが7面サムライをバックアップ。田中樹と森本慎太郎が今の大気のやらかしを絶妙フォロー宣伝隊長任命。ストーンズの森本慎太郎26と田中樹28が11月11日放送のラジオ番組ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送で ジュニア内ユニット七面侍の今の大二23のやらかし天末を語った。番組中盤、田中が来年の1月10日に発売されるストーンズの4枚目のアルバム、ザバイブスについて告知。収録曲や特典などについて森本と語り合い、放送当日の正午に情報が解禁されたと報告すると、いくつか前にいろいろあった。 と苦笑いし、後輩のコンノが解禁前にうっかり情報を漏らしてしまったと明かした。これは10月7日放送のラジオ番組ラジラー。サタデー NHK 台湾にコンノが出演した時のこと。その放送後、コンノはマネージャーと一緒に、ストーンズの所属レコード会社であるソニーミュージックレーベルズに直接謝罪に行ったところ、 叱られるどころか、ザバイブスの宣伝隊長に任命されたという。タ中は、コンノが SNS の宣伝写真に手だけで登場しているとし、良い感じに収まったと安堵した。そして、森本が舞台、ドリームボーイズでコンノと共演した時ザバイブスを聞かせたのがきっかけで、話さないでね、と説明しなかったのが悪いと指摘。 これを受け森本は、今度を必死にフォローして、ごめん、と謝罪した。リスナーの X、ツイッター上の反響は、やらかした側だったらこんなフォローされたら泣いちゃうよ。ソニーもストーンズも心が広いというか、転んでもただでは起きないというか、超本人巻き込んでエンタメに全振りするところ、公共の電波で笑い含めながら笑いにしすぎずフォローしてくれるところ。 本当に良い先輩すぎて羨ましいよ、などと、絶妙なフォローに感謝の言葉が寄せられていた。やらかしを不問にするどころか、宣伝隊長にまで任命するのが、ストーンズとソニーの良好な関係を表していますよね。ただでさえジャニー北川氏、去年87の問題で旧ジャニーズの露出が減り、ジュニア勢の将来が危ぶまれていることもあり、 田中と森本のフォローとソニーのアイデアに感謝の声が上がるのもわかります。芸能ライター。ソニーミュージックのストーンズ公式 X で何のアナウンスもされないままクロスワードクイズが出されていたが、そのクイズが書かれた紙を持っていたのがコンノだと、この放送で判明。ファンからは、あ。あの手。コンノくんなの あの4本の指と綺麗な爪は謝罪と真摯な姿勢の現れなのね、などと好評だ。宣伝隊長として、これから先輩のプロモーションに引っ張り出されるかもしれない。七面侍はジュニア内では一末に、えいえ。グループ、美少年、ハイハイジェッツの次あたりですが、これはチャンスですね。先輩グループのプロモーションで露出が増えれば、 ナスユート21のシュークリーム投げつけ動画流出で株を下げている美少年よりも優先される可能性もまだまだかなり先と言われているグループのデビューが一歩前進できるでしょうね全道先輩のナイスフォローで7面侍に新たな展開が生まれるかもしれない